米だ、いちごめだ。じゃあエンジンをします。りさこさん、寂しいすっごい寂しいし、なんか時が止まるならもうずっと踊っていたいなって思うんですけど、まあ、それそうにはいかないので、皆さんも本当若いと思ってたあっという間に大人になっちゃうので、悔いのないように生きてください。はい今日は悔いのないように、はい、卒業公演迎えるので、皆さんも今日という一日を大切に、はい、公演をしてほしいです。楽しみましょう。はい、はい、イエーイイエーイイエーイ。あと急に出てくれるハタゴンとゆうかたん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあエンジンします。はい、一つ感謝の気持ちを忘れない、二ついつも全力で、三つ笑顔と元気を届ける、チームエース、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 チームエース。お願いします。よしよ、お客様にいくつかのお願いを申し上げます。開演中、椅子の上に立ったり、ご自分の席を離れて前に駆け出したりしますと大変危険です。またやむを得ない場合を除き、公演中に席を立って移動する行為は他のお客様のご迷惑にもなりますので、おやめください。いい返事です。撮影機器、録音機器の持ち込み、使用は禁止となっております。お持ちの方は係員にお預けください。また携帯電話の電源を切るようお願いいたします。館内は禁煙です。本日演出の都合上、客席内の非常誘導灯を消灯いたします。災害時には点灯及び係員が誘導いたしますが、あらかじめ出入り口の確認をお願いいたします。東日本大震災、熊本地震、そして先日発生した九州北部豪雨により被害に遭われた全ての方々に謹んでお見舞い申し上げます。皆さん、もうラストですよ。すごく実感が湧かないんですけれども、なんて言ってるの盛り上がってるのはすごい伝わりました。この調子で皆さん、幕が開いてからも何言ってるの幕が開いてももっともっと盛り上がっていきましょう。まもなく開演です。後藤梨紗子でした。Thank you.
ど、なんで今になって今いや、いいですよ、全然最後とか来てくれたのすごい嬉しいんだけど、なんで今なんだろう。もうちょっとなんかね、在籍中来てくれたらよかったなって感じなんですけれどもね、はい、でもね、すごいなんて言うんだろう、もう離れていった方も今現在進行形で応援してくれてる方もみんながいて成り立った SKE 人生だったので、ね、本当に一人一人に感謝しています。はい、一人一人にファッション気持ちが届くように今日はパフォーマンスしていきます。よろしくお願いします。どう？めっちゃ盛り上がってて涙引いた。引いたの？何回ぐらいやった？結構やった？私ね、ジュイナさんが休演一緒に初日の次の来てれないかったじゃん。そこからずっとやってたの、ほぼ。え、そうなんだ。その私しかフリーでしてなかったから、うんうんうん、めっちゃ覚えてる。総選挙の開票前にジュイナさんがフリーでしてくださったの。それどころじゃない、ドキドキすぎて。まあそうだよね、絶対ジュイナさんもドキドキしてるよな。フリーにしてて、よろしくお願いします。一人めっちゃ緊張する。でもなんかマサニャとかはいつも鏡の前でずっと練習してたの、ギリギリまで。マサさんは何の曲でもめっちゃ練習してるの。何十回も。そうそう、すごいやってる。ね。うん、なんか意外やってないね。ミキも練習してたずっと。だからみんなやっぱ赤ピンはちょっと大変なんだなって思いながら撮ってた。どう一番話しかけてくださったり。近くはいいこと言ってる。めっちゃ盛り上がってるファンの方。いや本当だよ、すごいね。嬉しい。よろしくお願いします。ありがとう。SKE48チーム金田シアト公演以上のメンバーでお送りします。次はこの曲です。どうぞ。Thank you.
本当に初めて出会った時はめちゃくちゃまだ子供で、でもそんなに佐子がいろんな、まあ、悩んだりしながらそれにこう乗り越えてどんどん素敵な女性になっていくのがこうすごい間近で見れて本当に不思議な気持ちです。でも今日卒業してこれから先が五鳥佐子っていう女の子の新しいスタートだと思うのでこれからも頑張ってください。本当に卒業おめでとう、佐藤美恵子でした。私は佐子の名言がすっごく好きで、この子は若いのに悟りを開いてるんじゃないかなと、なんだろうなと思っていました。これからも梨紗子の天才ぶりをバンバン発揮していってください。今度またご飯にでも行きましょう。梨紗子の未来が明るいものでありますように。中西ゆかでした。
梨紗子とモコちゃんが床にタオルを敷いてまるで岩盤浴と岩盤浴のように寝ていたことがありました。そしてなんて平和なんだろうと私まで穏やかな気持ちになったのを思い出します。梨紗子の口からいつは梨紗子の口からはいつもモコちゃんが、レンちゃんが、このパンマンが、ピーちゃんがってモコ族の話ばかりが出ていて、お姉さんに囲まれてその中にいる梨紗子は無邪気な笑顔で楽しんでいました。その笑顔が大好きでした。みんなが立て続けにやめて梨紗子の無邪気な素朴な笑顔が徐々に減っていき、私は梨紗子が大好きだからどうにか笑っていてほしいと強引に梨紗子の耳の穴に指を突っ込んで耳を突っ込む作戦を繰り返しました。ある日の握手会のご飯中、岩瀬さんに岩瀬さんと呼んだら一瞬こっちを見てスルーされた時、梨紗子は大爆笑していて、その笑顔が見られるなら何度でもヒゲにスルーされたり思ったよ。あ、楽しかったね。あとはポケティッシュでテレビ番組に出た時、梨紗子もアンダーで選ばれたよね。とってもとっても嬉しかった。梨紗子はこの8年間の活動で自分の思うアイドルができたかな。梨紗子にとって幸せな8年間だったらいいなと心から思います。楽しい SK 生活を一緒に過ごしてくれてありがとう。新しい道でもお互いゆっくり頑張ろうね。お疲れ様、大山雅乃さんより。ありがとうございます。それでは、今度こそ考えて伝えたいことがあればどうぞ。はい、今日は何にも盛り上がってくださって本当にありがとうございます。外れちゃったよって方もツイッターで見かけました。すごくみんなに見てほしかったから、なんだろう、すごく来れなかった方がいるのはすごく残念です。でも、なんだろうな、なんかもう本当に幸せ者すぎます。私本当に、私のファンの方は真顔で見ないんですけど、私のファンの方は本当に優しくて、全国握手会とかでペアになったメンバーとかが私と一緒だとすごく喜ぶんですよ。それはなんか私のファンの方が優しくて面白いから、そう、いつも梨紗子さんと一緒だってすごい喜んでくれるんですよ。でファンの方も梨紗子推しとしてのなんか株を下げちゃダメだって言って、すごいメンバーにいい顔してて、あ、いい意味でですよ、いい意味でいい顔してて、なんかすごくやっぱメンバーが喜んでると私もすごく嬉しいんですよ。だから本当にメンバー一人一人に愛情を注いでくれた皆さんに本当に感謝しています。ありがとうございます。なんか8年間振り返るとなんか長かったから、なんだろう、なんかどこから何から話せばいいのかよくわからないんですけど、でも12歳の頃から SKE48 としてグループに入って、その時はまだ48グループ最年少だったんですよ。で本当に右も左もわからなくて、なんかその時に支えてくれたのがモコ族のみんなだったんです。だからみんなが先にいなくなっちゃって、正直心がすごく折れたし、私3年前の総選挙を辞退してるじゃないですか。それを卒業を考えてたからです。卒業を考えててもうやめようって思ってたから辞退したんです。でもそこから立ち直れたのはやっぱりメンバーの力とかファンの皆さんの応援とかでもうちょっと頑張ろうって思えて、そしたら2年前の総選挙でランクインすることができて、先ほど歌わさせていただいた君にウェディングドレスをという曲をいただきました。
私は AKB48 が好きで、もともと SKE を知って、だから AKB のシングルに参加するのはすごく夢だったんです。だからその夢を叶えてくれた皆さんには本当に感謝しています。ありがとうございました。なんかすごく締めっぽい感じですね。なんか私はこれからも皆さんとの絆をずっとずっと大切にしていきたいと思っています。私はですね、1月から事務所の方を移籍させていただきます。名古屋を拠点に活動するんですけれども、セントラルジャパンさんに、いただいた佐藤美恵子さんが先輩ということで、すごく心強いです。私の夢は、なんかラジオをやったりとか、あとは雑誌載ったりとか、すごいなんか夢がいっぱいありすぎてあやふやに思われるかもしれないんですけど、なんか SKE の活動を通してやりたいことがすごく増えたんですよ。その中でもラジオを SKE48 はいっぱいレギュラーをいただいてるじゃないですか。この活動の中でラジオの楽しさを知って、卒業後もラジオをしたいなって思っています。そして皆さんがファッションフォーユーの企画で、ブランド CM のモデルさんをやれるという企画で皆さんが1位にしてくださって、その CM 撮影がすっごく楽しかったんですよ。でもともとモデルさんをやりたくて、でもなんかこんな私がそんなことを言っていいのかっていうのがあって言えなかったんですけど、皆さんに背中を押していただいて、やっぱり夢は言葉にしていかないといけないなって思いました。本当にもともと一般人に戻る予定で、もう普通の女の子に戻ろうと思ったんです。二十歳だし、もう周りの子は就活とかしてるんです。そんな中でなんかすごい自分はどうしていこうとか考えて、もう一般人に戻ろうって思ってて、そんな時に皆さんが背中を押してくださったので、これからまだ頑張っていこうと思います。1月からということで、普通に Twitter とか Instagram とかもこれから今まで通り普通に更新するので、離れないでください。これからが本当に、スタートだと思っています。もう潜在撮影をしてきたんですけど、すっごく今まで撮影何度もしてきましたけど、180度違うっていうんですか、180度違くて、ポーズとか表情の作り方とか難しくて、一から勉強をしていかないといけないんですけれども、不安もあるけどすごくワクワクの方が強いです。もっと新しい世界で成長していきたい、そう強く思わせてくれました。これから多分一人になって一から違うことを始めるのはすごく大変なんですけれども、みんながついてきてくれたら絶対に大丈夫だって信用してるので、これからも皆さん私についてきてくれたらなと思います。後藤梨紗子の応援をよろしくお願いします。OK、 はい、とても、はい、未来の、あ、そっか、私がもうそのまんま私このまま曲振りしたら終わっちゃうの？あ、終わりたくなければ全然違う。皆さんの顔見てたら
これからもリサコが見れるんだっていう笑顔がたくさん見れて、うん、本当になんか良かったかなって思うんですけど、いやもう本当にね、幸せな気持ちになりました。メンバーもなんかすごい、あーもうガチャ泣いちゃうなんか仲いいメンバーがみんな卒業してすごく心細かったけど、同期とかチームメスのみんなとか頼もしい後輩とかみんながいたから頑張れました。いつも劇場に立つと絶対にファンの皆さんは温かかったです。だからこれからもメンバーみんなが夢を追い続けれる場所でありますように、ずっとずっと見守っています。それでは次が最後の曲になります。すごく寂しいですけれども、皆さんこれからも私のことをずっと好きでいてください。聞いてください。引っ越しました。めっちゃ許可取りましたもん。え、もう本当にありがとう。私めっちゃ頑張りましたよ、マジで。もうさ、もこちゃんがさ、しょうもないなんかどうでしょ、しょうもない話するからさ、マジでめっちゃ頑張った。これ自信あるもん。どうしようなんだ、しかもスズランのあれ何、スズランのあれはマジウケた。なんか自撮りだったんだよ、確かに。しかもなんかズームインしてくから余計に今もね、笑っちゃった。でもリサコらしかったじゃん、なんか面白いし。本当？いや、笑っちゃった。もうこのステージ出すことないんだ、悲しい。いやでもこれからが勝負です。これから一人になった時がもっともっと大変になるので頑張ります。じゃメイクやばいよね。え、全然大丈夫だよ。いや本当に、え、大丈夫だよ。あ、意外といける。いや全然いけてるから。リサコさんが愛されてたんだよっていうことをが伝わるものにしたくて。何それ。そうだから、でもチーム生卒業でよかったんだし、本当になんか最初はみんないなくなっちゃうからさ、せっかくしようぜとか思ってたけど、うん、なんかもうね、このチームエースで、あ、この間もずっとチームエース推しです。私はやった、嬉しい。他のチーム興味ないチームエース推し。ちょっとメイク直してきます。慣れるようになります。頑張って。大好き。ありがとう、リカちゃん。
りさこさんとあんま喋れない簡単ですけど、すごいもう優しくて可愛くて綺麗で、もうオタハが男だったら本当付き合いたいっていうぐらい本当に大好きなので、ちょっと寂しいんですけど、またお会いできたらなって思います。大好きです。みんなでバーベキューしよう。ではあったんですけど、卒業されるということで、人生の先輩は私なので、これからはちょっと友達としてりさこさんではなく、りさちゃんって呼びながら、友達として仲良くしていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう、あちゃん。はい、最近すごいりさこさんと仲良くなって、そう、仲良し、一緒にご飯も作っていただいて、本当に仲良くなって、何でも話せる、本当に尊敬する先輩です。これからはメンバーじゃなくなるんですけど、友達、友達、一緒にどっかまた行きましょう。はい、行こう行こう。はい、ありがとうございました。はい、りさこさんは私が何言ってもなんかいつも開演前に爆笑してくれたし、面白いってすごい言ってくれて、私もすごく笑顔になりました。りさこさんのような本当に綺麗で可愛くて、そんな方に憧れるので、私も近づけれるようにこれからも戦っていきたいと思います。ありがとう、カノー。りさこさん、友達になってください。友達になろうよ。電話しよう。電話、近くも一緒に3人ってどっか、あ、3人で行きたいです。約束です。よろしく。チームメイトに昇格して、りさこさんと一緒に喋ることができてすごく嬉しかったです。ありがとう。りさこさんのような可愛くて綺麗な女性になります。ありがとうございます。かわいい、りさこさん、私も友達になってください。え、もう友達じゃん。本当ですか。友達だよ、もう。やった、ありがとう。もう終わったからね。そうですね、お互い免許持ってるので、ドライブに行きたいな。そうなの、春はいちご狩りに、はい、まあ、約束してるので出かけたいなと思います。りさこさん、初めてチームメスに入った時、一人ぼっちだったんですけど、その時にりさこさんが壁をなくしてくださって、そのメンバーとみんなとも泣かないですよ。メンバーともすごく仲良くなれたので、私もこういう風に後輩の子をこれからもサクサクしてくれたように、これからできるように頑張るので、これからのチームメイト期待しててください。期待してます。ありがとうございました。大好きです。ありがとう、本当に。どうぞ。ついについに壁掛け写真を撮る時が来ました。来ちゃいました。来ちゃいました。あ、ここからいなくなっちゃうの、私。みんなこれをね、やっぱここからいなくなるっていうのがちょっと寂しいんですよ。寂しいですね。撮りたくない。撮らないとこうかな。まあそれもありかな。撮りますか。どうしますか。いやでももう次の、もう1年ぐらい頑張りますか。いやもう次の道を頑張ると決めたので頑張ってると思います。頑張りました。はーい、取っちゃった。私もいなくなっちゃった。何年間頑張ったの。8年間です。頑張ったよね。頑張りました。本当に岩佐さんもありがとうございました。今まで頑張ったから本当に。なんかさ、やっぱりこれを外してこうやってなんかいなくなっちゃうんだなと思うと、やっぱ、ね、ぽっかり穴が開いてるのがなんかやっぱ寂しいな。寂しい、ね、なんかこうやってチームメスのメンバー見てるとすごいフレッシュなメンバーがいっぱいいるので、うん、私いなくなったら多分もっとフレッシュな感じになるので、これからを期待しています。これからチームメスになります。私は。お前も頑張れよ。はい、頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、岩佐さんが岩佐さんムービーが終わりました。やっぱ寂しいですか。寂しいです。取っちゃった。私は考えたよ。ゴナジャンプでジャンプってことか。だってめっちゃすごいオキドキとかなってる。どういうこと。あ、ラキスターのあれ。お、ラキスターのやつを多分ちょっとやってくれてる。何それ。めっちゃすごいよね。びっくりしたんだけど。すごくない。めっちゃすごい。大好きやったんで。はい、はい、卒業公演が終わりましたが。終わりました。今の気持ちはいかがですか。なんか全然実感が湧かなくって、なんかもともとなんだろう、アイドルが好きで AKB が好きで SKE を知って SKE のオーディション
を受けたんですけど、なんか今までずっと8年間夢の中にいた感じがして、今もなんか夢の途中を見てるような感じがします。なんかすごい不思議な感じします。なんか一応12月の末まで契約は続いてるので、なんだろう、ブログとか普通に更新できるんですけど、もう公演に出ることがないじゃないですか。この後も12月いっぱいアイス公演あるんですけど、他のメンバーはいるのに私がいないっていうのが想像つかないんですけど、多分自分がいないチームメイトを見たらきっと実感が湧くんだなって思います。8年間、8年間です。8年間その SK48 で過ごしてきて、もう思い残すことはないですか？思い残すことはないです。なんかファンの方ともすごい楽しい思い出を作れて、一番思い出に残ってるのはファンの方を踊らせたのが一番の思い出で、みんなにこれ覚えてきてって言ったらみんなすごい完璧に覚えてきてくれるんですよ。あの声を語る指示になれなくてとか、すごい難しい曲を選んでファンの方に覚えてもらって一緒に踊ったのが一番の思い出です。はい、あの入った時におっしゃってた可愛くて歌って踊れるアイドルになれましたか？はい、なれました。なんかそんなこと言った記憶が全然ないんですけど、なんかもう映像を見たら本当あんな、なんだろう、右も左も分かんないような、あんなねえ、ガキがよく頑張ったねってすごい褒めてあげたいです、12歳の自分に。梨紗子さんはすごいそのメンバーからも愛されてたと思うんですけど、まあ、残ったメンバーにこういうことを伝えたいなってことありますか？こういうことを伝えたいな、多分こんだけ大人数いたら、なんだろう、自分って必要なのかなってすごい思う時が絶対あるんですよ。でもなんか必要か必要じゃないかっていうのは、なんか自分が決めることじゃなくて周りがやっぱりどうしても決めることなので、なんかなんだろうな、必要とされるような人になろうって思ってたら絶対ファンの方が絶対必要としてくれるし、なんか自分のことを好きって言ってくれる人だけを見つめてたら絶対に自信はつくと思うので、きっとなんだろうな、自信を失った時はファンの方をずっと見てたら大丈夫だと思います。はい、まあ、SK48 としての区切りつけたんですけど、はい、今一番やりたいことってあります？今一番やりたいこと、今年のクリスマスがオフなんですよ。今までクリスマスといったら公演とかイベントとかがあったんですけど、クリスマス何もないから、なんかそうですね、パーティーとかしたいです。はい、芸能活動を続けるということで、はい、どういう方向を目指してます？モデルさんになりたいです。あとラジオのお仕事が SKE48 の活動を通してすごく大好きになったので、自分の番組が持てるように頑張ります。はい、わかりました。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今まで応援してきてくださった、どうぞ。今まで応援してきてくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。もうね、今日の公演大盛り上がりで、なんかもうメンバー一人一人に対してもすごい、なんだろう、愛情を注いでくださって、なんだろう、そういう優しいファンの方がいたから私は頑張れました。なんかもうこの、なんていうんですか、ディスプレイとかも私好み、私のことめっちゃ分かってるなってすごい思いました。やっぱり長い付き合いなので、すごい私のこと理解してくれてたんだなって思います。これからも芸能活動を続けるので、引き続き応援してくださったら嬉しいと思います。嬉しいなと思います。はい、ゴリサチルドに今誰が撮るの？チカコです。あ、チカコ？チカコがチカチルとして受け継いでくれます。近くはすごい後輩から慕われてるし、もうなんかそういう名前をつけなくても、もう近くの周りにいっぱい人がいるんですけど、一応近くに託しました。はい、わかりました。はい、
おめでとうございます。ありがとうございます。イエイ。 OK、 ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ここにもした。お、あ、さかに、はい、お疲れ様でした。お疲れー、かおたん、お疲れ様。イエイ。後ろも、お疲れ様。うん、すごい本当にね、一つ一つが本当に、うん、一つ一つがもう、いや今まで一番ですね、これはディスプレイ優勝、うん、現時点本当自分で言うのもあるんだけど、うん、一番だと思う。いや一番だよ本当に、ね、結構すごくない？だってこれとかもラムネの飲み方、これだからラムネパーツとか、うんうん、これ制服の目とかでなってて、あ、目もね、そう、ちゃんとね。でこれが本が曲の名前が入ってる本、そう、このリケル刺繍っていうのだったら、うん、あのなんだっけ、声を語るし、いないなんて、ね、とか、これ合格キスとか、アンテナ、制服の目とか、第六感とかで全部ね、それになってる、いや本当にすごいよ、うん、だからよく思いついたなって感じ、うん、発想力がすごい、うん、ね、すごすぎる。てかこれどうやって作ったんだろう。え、でもどこで作るの、こんな大きいの。いや買ってきたんじゃない、そういう、でだってシミュレーションとかする、シミュレーション、シミュレーションどこでしたんだろう。いや誰かいるんじゃない、それか、か大工、大工がいるんだよきっと。ファンに、大工いたの、私のファンの人に、うん、きっといるんだよ、作るのがすごいやつが、初知りだわ。いやありがとうございます。いやすごいセンス良すぎてびっくり。センスめちゃめちゃいいよ、お花もね、めちゃめちゃいい。これダチョウ、多分ダチョウさんやるのかなと思ったんですよね、多分花形。でもダチョウはなんだろう、やっぱりあの時のメンバーで、うん、あの時のメンバー絶対超えれないなと思ったんです。うん、なんか今までいろんなメンバーがダチョウやってるの見てきたけど、申し訳ないけど自分たちのオリジナルメンバーのパフォーマンスとかは絶対超えれないなと思ったのでやりませんでした。そう、すごいね、なんか長い、なんか長いことね、時間かけて作ってくださったんだろうな、嬉しい。どうやってそんな思いついたの。いや、やばいよ最初の写真、子供ね、子供すぎない、子供だよ。でもやっぱりさ、普通に考えてる11歳12歳にしたら顔整っとるよ、自信に満ちあふれとるやん。なんか自分で言うのもなんだけど、よくここまでなんか、なんだろう、成長できたなって思う。いや綺麗になったよ、あの顔やばいよね。いや、やばくはないよ、顔パンパンだし、全然やばくないよ。やばいでしょ、だって今の小学生めっちゃ可愛いから。いや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 、いやめっちゃ可愛いよ普通に。いやいや、うーん、大人になったな、なりましたね、ね、二十歳。なんかこう SK の中にいたら結構なんだろうな、年上になるけど、なんないよ二十歳じゃ、うん、世間から見たらまだまだ二十歳なんてね、目がやっと出たぐらいだと思うので、これから人生頑張っていこうかなと思います。頑張らなきゃ。頑張ってね。頑張る。ありがとう、カオタン。名古屋でね。うん。皆さんと会えるイベントがね、あるといいね。そうですね。そういうイベントに呼ばれるように頑張ります。